チノン株式会社は1948年から2004年まで長野県に存在したカメラメーカー。1996年以降の本社は長野県千野市とよ中大市にあった。チノン以前の社名は有限会社三振製作所、株式会社三振製作所、三振工学工業株式会社。本校では 旧知能株式会社の関連会社として1962年に設立され、知能の商標権を承継した株式会社知能についても述べる。1948年に長野県諏訪郡宮川村で創業。カメラの鏡枠、共同の生産を手始めに8ト、mm、ルシネカメラ、3 5ト、mm、ルカメラなどの製造に進出し、自社ブランド、 チノンのほか国内外の多くのカメラメーカーに OEM 供給を行った。近赤外線方式オートフォーカスカメラを国内で初めて開発するなどしたが、1990年代に多角経営化に失敗し債務超過に陥った。その後、コダック参加でデジタルカメラ開発を手掛け、2004年にコダック市会社のコダックジャパンデジタルプロダクトディベロップメント株式、 会社に事実上吸収合併された。商標、チノンは、コダック3回りまで旧チノン株式会社の関連会社だった株式会社三振商会が承継し、2005年に株式会社チノンに称号を変更。同社が製造販売する電子機器やデジタルビデオカメラなどのブランドとして使用されている。スーパー8の チノン六百六エスチノン初の三十五ミリメートルスチルカメラチノン三十五 e e サウンド八ミリメートル前世紀のシネカメラチノン x l 五百五十五マクロ海外向け専用 m 四十二マウント一眼レフ CE シリーズメモトロンの最終機種チノン CE-3 写真はレビューへの OEM 供給製品金赤外線光使用サーボ式オートフォーカス採用の1 ガンレフ、チノンジェネシス GS-7 チノンの最後で唯一となった、レンズ交換式オートフォーカス一眼レフ、チノン CP-99 チノンによる、チノンブランド最終機種となった、チノン ES-3000 コダック3回リゴのチノンが、手掛けたデジタルカメラの一つ、コダック DC215 長野県スワグングルー、川村出身のチノヒロシが1948年9月、 仲間の森谷誠二、木村正宏と共に曲がりした宮川村の観点工場に中古の旋盤を置いて三新製作所を創業。当初、オリンパシックス6や 6X6 センチメートル版、マミヤシックスなどの鏡枠やレンズ共同の生産を手掛けた。1952年1月に有限会社化し、1953年5月に株式会社化。 1954年に本社を長野県諏訪市高島一丁目に移転した。当初は受注の確保に苦しみ、千野広社長が自身の土地を売却して従業員の給料に充てるなど厳しい経営が続いたが、独自技術によるズームレンズ開発を手掛けて次第に評価を高め、1960年には自社ブランド千野による 8mm シネカメラ用ズームレンズの 製造販売を開始した。1962年には、三振工学工業株式会社に改消して、株式を公開し、チノンズーム8を皮切りに、チノンブランドで8ト、mm、ルシネカメラを、次々と発表した。1973年に商標と同じ、チノン株式会社に改消し、東京証券取引所第2部に上場。1974年には、 同時録音が可能なサウンド八ミリメートルカメラ、チノンダイレクトサウンド三機種を発売し、サウンド八ミリメートルカメラの分野では、国内トップメーカーの座を占めた。一方、スチルカメラでは、九百七十一年に発売した、距離計連動式のコンパクトカメラ、チノン三十五 e e を皮切りに、翌九百七十二年には、m 四十二マウントの 35mm 一眼、レフカメラ、 チノン M-1 を発売した。M42 マウントや、K マウントの 35mm 一眼レフ及び、コンパクトカメラの OEM 生産を中心に手掛け、輸出向けを中心にチノンブランドのカメラ、製造販売にも力を入れた。同じ諏訪地方のカメラメーカーや鹿や、同社市会社の富岡工学とは、部品や製品の融通で、相互協力関係にあり、海外向けを中心に、 互いのブランド名を冠した製品が多数知られている。1981年にサーボモーターによる無段階オートフォーカスコンパクトカメラチノンインフラフォーカスを発売し、1986年にはチノ市とヨヒラ中大使用にチノ工場を新設。1988年には近赤外線工使用サーボ式オートフォーカスを国内で初めて開発し、 この技術を導入したオートフォーカス一眼レフチノンジェネシスを発表して注目を集めた。また黎明期からデジタルカメラの研究開発にも取り組んだ。1980年代ビデオの普及とともに長年販売の主軸だった 8mm シネカメラ分野が衰退した。スチルカメラについても後発組であることが影響して国内市場の販路確保が 難しい状況が続いたため、積極的な経営の多角化を行った。ビデオカメラ用レンズの製造のほか、折からのコンピュータ関連市場の拡大に合わせて、フロッピーディスクドライブ、CD o m ドライブなどの電子部品、プリンターなどの周辺機器、ファクシミリなどの事務機器を生産し、総合電子機器メーカーへの脱皮を図った。もっとも、周辺機器については、自前の販路を持たないことから、 一部のプリンターなどを除いて OEM を主体とせざるを得ず低収益体質を脱することができなかった。1991年3月期決算では売上高が過去最高の554億円に達しながらも在宅失敗で無敗になるなど波乱含みの経営が続いた上バブル崩壊による景気低迷が追い打ちをかけて1992年に 国内のカメラ製造事業を取りやめた。1993年からはチノンブランド及び、コダック OEM のコンパクトデジタルカメラの生産を開始。しかし、同年6月に150人の希望退職を募集して、チノ社長は退任し、1994年3月には電子機器を製造していたイナ工場と、古会社チノン電子を閉鎖した。 1996年3月期決算では、累積損失が84億円に達して、初めて債務超過となり、上場廃止の危機に陥った。このため、悪化が続いていたコンピューター周辺危機事業から完全撤退し、知能アメリカなど海外し会社4法人の解散に踏み切って同年下期を黒字に回復。さらに1985年から、 資本参加し、筆頭株主だったベイイーストマンコダック社の支援を仰ぐ形で経営再建する方針を固めた。しかしコダック側は全従業員の3割に止まるデジタルカメラの完成品部門に限り支援する考えを示したため、知能側はコダックが支援しない部品製造部門について分社独立させ、関係従業員の雇用継続を図った上で支援を 受けることを決めた。1997年4月に第三者割当増資で、コダックグループの資本比率を50.1%として、グループ参加に入った後、同年9月に部品製造部門と諏訪第一工場、諏訪第二工場や辰野ノ工場などの施設を新設の部品製造専門会社、チノンテック株式会社に譲渡した。分社にあたりコダック側は、 部品製造部門のうち、レンズ製造、加工分野に限って、チノン本体に残すよう要求したが、チノン側は新会社の経営安定化には欠かせないとして交渉し、新会社のコダック側への協力を確約する形で、分社独立を果たした。チノンは、その後、コダックの日本におけるデジタルカメラ開発製造拠点としてコダック DC290、 ズームやコダック EG ーーシェールシステムなどを開発。2002年にはデジタルカメラ類型生産台数が500万台を突破したが、一方で早期希望退職の募集を行うなど、2000年以降競争が激化したデジタルカメラ市場での生き残りを図った。2004年にはコダックグループのデジタルカメラ事業再編の一環として、 産業活力再生特別措置法による国の事業再構築計画認定に基づく株式の公開買付けに応じる形でコダック市会社のコダックジャパンデジタルプロダクトディベロップメント株式会社の100%子会社となり同年6月に同社と合併コダック株式会社の横浜研究開発センターを譲り受けた上で翌7月に社名を 株式会社コダックデジタルプロダクトセンターに解消した。デジタルカメラ市場の低価格化が進み、収益性の悪化に歯止めがかからないことから、ベイイーストマンコダック社は2006年8月、コダックデジタルプロダクトセンターを含むコダックグループの一般向けデジタルカメラ製造事業を、電子機器受託製造サービス大手のシンガポール企業、フレクストロニクスインターナショナル社に売却。 フレクストロニクス子会社の株式会社フレクストロニクスデジタルデザイン本社及び地の事業所としてデジタルカメラ製品の研究開発及び生産支援事業を手掛けた。しかしフレクストロニクスは2009年7月フレクストロニクスデジタルデザインの事業を台湾のデバイスメーカーアシマ工学参加の株式会社エイウフジャパンに譲渡。地の事業所は翌2010年4月に 岡谷市鴨町一丁目に移転した。その後、旧、地の事業所の用地及び施設は2010年8月に、地の市の半導体パッケージ基板メーカー、株式会社イースタンが取得し、現在はパソコンやスマートフォン向けの基板製造ラインとして使用されている。一方、チノンテックは、これまでに培ったカメラレンズや機体製造の技術を活かし、光学機器、医療機器、 レンズ、金型などの各種製造事業を展開。コダック3回入り後の知能及び、コダックデジタルプロダクトセンター、フレクストロニクスデジタルデザインへのデジタルカメラ部品供給も行った。工学部品事業の強化を目的に、日立マクセル株式会社との業務、資本提携を図るなどしたが、急激な景気悪化の影響を受けて2009年4月1日、 東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。チノンテックは取引関係のあった工学機器メーカーエルモ社の支援を受け、エルモ社が設立した同社市会社の株式会社、スワ・オプトロニクスが同年10月30日付で事業を承継した。後エルモ社と同社の親会社株式会社タイテックの経営統合で誕生した。 テクノホライゾンホールディングスの系列企業再編に伴い、スワオプトロニクスは2016年、タイテック市会社の株式会社、中日電子の医療機器事業を譲り受けして、株式会社中日スワオプト電子に改称した。旧知能が株式会社三新製作所から、三新工学工業株式会社に改称した1962年、資産管理会社として、 千の博ろが設立した関連会社、株式会社、三振商会を前身とする。旧知能のコダックさん帰りに、同社は含まれず、千の博ろの娘無子で、旧知能時代にカメラの開発企画に携わっていた、千のまさみが経営を引き継いだ。千のまさみは1995年、デジタルカメラ開発、設計を手掛ける株式会社イメージリンクを、諏訪市志賀に設立。 さらに旧知能がコダックデジタルプロダクトセンターに解消後の2005年、コダックが保有していた知能の商標権を承継して、三振商会の称号を株式会社知能に変更するとともに、コダック社が海外約30カ国で登録していた知能の商標権上等を受ける手続きを進め、2009年から海外事業を開始した。以後、知能は株式会社知能が取り扱う。 デジタルコンパスなどの電子機器ブランドとして使用されている。2009年8月にはトイカメラの企画、製作などを手掛ける株式会社パワーショベルトの提携で知能が回路設計などを手掛けた限定生産のトイデジタルカメラデジタルハリネズミチノンバージョンを発売。チノンブランドのカメラとしては知能 ES-1000 以来13年ぶりとなった。 2011年4月からは、旧チノン株式会社のチノンダイレクトサウンドが登場する自社テレビ CM を県内ローカル番組で放映した。さらに2014年3月には、株式会社イメージリンク、株式会社パワーショベルトの共同開発で、8ミリシネカメラスタイルの D マウントレンズ交換式デジタルビデオカメラ、チノンベラミー HD-1 の予約販売を開始し、 コダックさん帰り前の旧チノン株式会社時代以来、約20年ぶりに完全自社ブランドのチノンカメラが復活した。2016年10月には、小型ウェアラブルカメラ、チノン PC-1 を発売した。ありがとうございます。